よろしくお願いします。僕はですね、大学1年の1月からここで RA をさせてもらってるんですけど、まあ、その頃はライフサイエンスのラの字ぐらいしか分からなかったということで、まあ、自分がこれまで何をしてきたのかっていうのを、まあ、紹介しようと思います。これいいの？まあ、簡単に自己紹介させていただくと、僕は東京工業大学の生命理工学部で、アカウント2つあるんですけど、仕事用はこっちを使っています。でさっき言った通り、2012年の1月から入牧ということでなってますですね。まあ一番最初は、大学の先生に聞いてここを紹介してもらったんですけども、その頃はもう統合 TV 何それおいしいの状態で本当にこんな感じでしたね。で TV っつっても何を紹介するんだとかも何も分からなくて、まあ、とりあえずやってみれば分かるよみたいな感じで最初は、動画のアップデートっつって、最初にできている動画がサイトとかの、まあ後でもちょっと紹介するんですけど、サイトが新しくなって動画通りにできなくなったというのがあって、まあ、それを今1個作ってみましょうということでやりました。で一番最初に作ったサイトがこのアレイエクスプレスってやつなんですけど、一番最初これを見た時に、まあ、こんな風になりましたね。マジかよとこれ全然わからないぞと、まあ、これ当時僕がやった時からまたさらに変わってるんで、また作り直さなきゃいけないと思うんですけどでももう英語しか書いてないし、ずらずら並んでるし、もう全然専門用語とかも分かんないしって感じなんですねで、まあ、マジかよってなった後に、まあ、結局なんとか作ったんですけど、もうなんかヘロヘロになった状態で、これ続けられるのかなって若干心配だったんですね。で、まあ、これは新しい動画作るのは無理だなと思って、まあ、そうですね、その次にやったのがアップデートが必要な動画の調査っていうのをやりました。でこんな風にもう使えないようなこういうやつを探すんですけど、アップデートが必要な理由はインターフェースの変更だったり、リンク切れ、まあ、リンクが変更されてたり、あとはもうサービス自体が終了しちゃってるものもあって、あと機能が追加されてるのもありますね。そういうのはまあ大きなところが変わってたら作り直すっていう風にしてます。でですね、まあ、いろいろ探して結局、今400ぐらいあるんですね、この解説動画っていうのが。で当時は多分200いくつかだったと思うんですけど、それを全部このキュレイテッドっていうところから探してきたんですね。で左側のに、カテゴリー別に分かれてるんですけど、まあこれ全部探したわけです。でこれを、アップデートの必要な動画を探すにあたって、このキュレイテッドの間違いっていうのも、まあ、あったわけですね。で結構このサイトは、僕たちというか、まあ、特に小野さんが手動でやってるわけで、たまにこういう感じのミスがあるわけですねこういうのを、まあ、ちょっと間違いを洗い出したりっていうことで、まあ、役に立てたかなということで、ちょっと、まあ、やる気が湧いてきましたわかりますかこれ、見えますかね、まあいいですね、はい。でまあ僕がもともとそういう塩基配列とかそういうのを、まあ、なんかいじったりするのが興味があったんで、まあアップデートが必要な動画の中にエンボスっていうのがあったんですね。でこれは当時の動画は DBCLS で提供しているエンボスエクスプローラーっていうサイトを紹介してたんですけど、そこのサービスが終了してしまっていて、DBCLS ギャラクシーっていう方のに何ですかね、統合されて、まあ、動画通りにできなくなってしまったということで、まあ、ちょっと分からない方用に用意したんですけど、まあ、みんな分かると思うんですけど、塩基配列、アミノ酸配列を変化したりアライメントしたりツールパッケージですね、たくさん入っているもので、まあ、例えばその中の一つのレブセクっていうやつを紹介すると ATGC ってやつにレブセクをかけると、まあ、こんな感じになるわけですね、まあ、イメージとしてはこういう感じですこういうようなソフトの紹介をしようっていう感じでやりました。でまあこれ本当に使う人がいるのかなと思いつつ途中までやってたんですけど、まあ、こういう検索すると、
DBCLS 提供の Embus Explorer にアクセスできないのたまたまっていう、これ質問がヒットするわけですね。で、この方は、書いてない、ここ書いてないですけど、この下に、授業で使いたい。この動画を授業で使いたいっていうふうに書いていて、あ、じゃあ自分が使った動画は授業に、大学の授業に使われてるんだと思って、本当かと思って、こんなライフサイエンス、まあこの頃はもうライフサイエンスのライぐらい分かってたんですけど、でもそのぐらいの人が作った動画が授業で使われるんですね。これはもうなんか、仕事したなっていう感じで、いい仕事をしたな、あ、ちょっと、なんか、で、まあ、僕が作った動画は、この DBCLS Galaxy っていうの中のエンボス、この左にいっぱいある中のエンボスっていうやつなんですけど、ここに、紹介されてるんですね。実は4つ作って、1個あたり1ヶ月作って、これは4ヶ月間ぐらいやってたんですけど、まあ、ここで紹介されてなんかやる気が湧きましたという感じですね。で、まあその後もいろいろ作って、まあそれをまあ軽く紹介しますと、まあ、MMDB って言って、これもアップデートの一環で作ったんですけど、まあ、結局なんかなんだろうな、まとえてないというか微妙な動画だったんで、このサイトに絞って紹介しようということで、こういうタンパク質の構造だったり、まあいろんな情報がずらーっと載ってるサイトの紹介をしました。とか、あと、これシグマアルドリッチっていう、なんだろうな、薬剤の販売会社みたいなの中の一つの、なんだろう、ツールみたいなやつで、遺伝子名検索したりするとこうやって遺伝子のシグナル経路とかが出てきて、まあ一目で分かるようなサイトで機能がたくさんありました。で、このストラップってやつは今作ってる途中なんですけど、これもすごいんですよ。こうタンパク質を表示するだけじゃなくて、下にアライメントが出てたりして、まあ系統樹を作成したりだとか、あとこれを元にしてワードファイルを作ったりだとかして、いろいろができるですね。でもライフサイエンスのラの字ぐらいしか分からなかったはずが、もうこんなにいろんな多機能のツールの紹介もできるということで、多分ライフぐらいも分かってると思うんですけどまあ今は、昔はこんな感じでしたね。何それ美味しいの状態だったんですけど、今はこんな感じですね。もう牛だったのが、まあ、ヌーになりましたという感じですまあ以上です。ありがとうございました